はい、というわけで、あれですよ、ケンスケ、お前、ブランクやったの覚えてます？おっ、したね、やりました。で、見事、もうぶっちぎりで優勝して、まずゴリラみたいな進化で、1位になって、ご褒美ですね。おお、これすごいよ、ケンスケ。すごいよ。え、3万ん？いくらでしたっけ？3万7700円。高級トープいけるぞ。うわ、え、まさかいいんすかと思うじゃないですか、ダイさん。はい、今回もルーレット用意しております。さすがにその好きなもの買うとかだとちょっとね、ああ、そう、みたいになっちゃう。つまんない、つまんない。さすがにケンスケの要望も一つ入れよう。もちろんもちろんもちろん。先にケンスケのその要望、何がいいっていうの一個決めようかなっていう。バナナ、バナナ、バナナか、バナナ。分かったよ、完熟にしといてやるから。一番高いバナナ、トロピカーナでいい。トロピカーサンキスとか、サンキス何本買えるの。一番高いバナナっていくらなのかな。いや、でも高いんじゃない。フィリピンミンダナオ産のバナナが一番高いらしいです。へー。標高 1000m 以上の超高地で栽培されたプレミアムバナナ、1本1080円。うわ、高っ。1本すごっ。1本それぜひ食べてみたいね。バナナ、バナナってことで、じゃあケンスケの要望、高級バナナ。いや、ガチな方でのいいかもしれない。もうマジ純粋に3万7000円ピッてきたら、もうマジ、あ、ネタじゃない方。でもパッとしても何そんなないの、サプリメントとか。いや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 、違うやん、違うじゃん、違うやん、違うやん。でもお前そこそこのもの買えるよ。有機イエルのスイッチ。あ、めっちゃいいじゃん、そういうのいいじゃん。俺スイッチめっちゃ欲しいんだよ。で、今度赤出るしね。マジで。え、赤出んの。それマリオレッドの。おお、いいね、いいね。有機イエルのスイッチにします。で、ルーレット、はいはい、来ましたよ。何があるの。あ、入ってます、ケンスケの。俺も見たい、俺も見たい。見て、入ってる、入ってる、ほら入ってる。おお、まあそれぐらい入ってくるんだけど、すごいすごい。これはと思う。うん、じゃあ行くよ、ケンスケ。どのぐらいあるの、ルーレットが。それも前回タナッチの時、ご褒美あった時は4つ、4分の1か。4分の1、4分の1です。うわ、あるね、あるね。4分の1で有機イエルスイッチでしょ。私今回もだって、もしかしたらえ、2分1ってこと。ワン、2分の1だよね。うわ、行くよ、ケンスケ、行くよ。ルーレット、こちら。はい、バカか、本当に。誰だ、待って、先にご褒美、やばやば、俺の努力が水の泡。いやいや、でもやっぱり妹に日頃の感謝伝えることによって確かにね、より仲深が丸る可能性ある。確かにね。確かに、やっぱ結構動画でね、さきさき言ってるから、さきにもこっちが迷惑かけてる。確かに、俺もちょっと日頃持ってる。違う違う違う、これ頑張ったの俺。いやいや、でもその妹だったな。まあ確かに、血を分けたね。一緒に温泉旅行とかもいいんじゃない。3万7000円でちょっと、そこそこいいぜ。いけるよ、3万なら。2人でさ、ほらね、たまには背中流し合ってるしね。ほんと、ゴシゴシして。まあまあ、こっちに最近に当たった場合は、最近に直接なんか星丸って一回聞いてみます。まあそうだね。ちゃんとケンスケですもあるんで。ほら、2分1だ。どうやって2分1なんだ。2個しかないもん。バカか、何個あるのこれ。何分の1これ。抜けてあるよ、これ。スイッチあるよ、マジ。あるよ。いや、マジで出していいっすか、これ。いこう、いこう、いきます。はい、スタート。いけ、ダイ。まずある、あるあるある、まずある、あるあるある、ほら、あるある、ある。ないわ、はい、ないわ。真逆。先にご褒美、おめでとうございます。俺の努力が3万7700円分、お兄ちゃんからって。あ、なるほどね。手紙もされて、エンゲージリングとともに。やば、電話で今聞こう。電話で今聞く。うわ、緊張しちゃうな、やばい、やばい、生声だ。確かに、ありがとう。熱、酒のラインだ。あ、本当だ。うわ、トップ持ってるやん。かわいいトップが。はい、もしもボックス。何、なんか景品みたいのをもらって。景品、景品が、まあ賞金を獲得したんですね。3万7700円分の賞金があるんだけど。ああ、あったね、言ってたわ、なんかで見た。なんか欲しいもある。欲しいもの、まあ、その中で買えれば。お兄ちゃんがなんか買ってあげよう。動画撮ってる。うん、難しいな、バカか、これ。もう、それともお兄ちゃんが欲しいのかい？え、キモ。バドミントンのラケット欲しい。お兄ちゃんと温泉旅行でもいいんだよ。え、キモいんだけど。
でしょうね。飯は飯。あ、3万の3万7000円分。絵が持たんわ。やば。誰か一緒に行きたい人いたら、どう、はじめ社長とご飯。あ、それは行きたい。おい、あと誰欲しい。あと、え、誰でもいいの。うん、洋平先生と、アナッチと、おー、誰いたっけか。誰だ。え、ケンスケは行くでしょ。ケンスケ行くじゃん。俺、うん、今とこ4人じゃん。5人か。何人でもいいよ。もう5人なら5人でもいいよ。あ、じゃあその5人で。ちょっとまた日付は言います。はい、はい、ありがとうございます。いろ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 起きたな。あ、一回やめちゃったから。あ、そうだ、ね、それちょっとそう忘れちゃったな。でも最近見てたんですよね。まあ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 、ちょっと照れてる可能性もある。そうだね、そうそうだね。一応さ、もう一回さ、ちょっと LINE でもいいから、マジで何欲しいか聞いてみよう。確かに、ご飯だとほら俺たちがもらっちゃうみたいになっちゃうから。ああ、なるほど、ね、マジな方の。なるほどなるほど。さっきの一番欲しいものは何か、ちょっと OK です。まあ、じゃあそれをじゃあ聞いて買って渡します。あ、そうですね、そうしましょう。緊張するな。緊張するな、健介。いや、なんか罰ゲーム健介。まあ男には健介やんないけど、やらん時があるんだよ。そうだよ健介、見せてやるな。俺もやったから。あ、そっか。そう、いや違うんだって、全然方向性が違う。もう家族。もう家族。もう家族。いや、もう家族だよ。いや、待って。え、家族の中で家族。え、違う。家族、もう知らなかった。もうプロポーズは終わってるってこと。違う。まあ、違う、寝てるのかな、席。まあ、愛の形なんて人それぞれです。そうですね。僕ら、周りが言うあれじゃないからね。うん、まあ、そう。それは家族という名の、そういうなんか、メタな考えにとらわれてるのはいかがなものかな。あ、さすがですね、やっぱ概念を壊してきただけ。壊していこうぜ。無理、違うんだって。ここ壊すところじゃない。ここに、あの人は待ってるの。あの人ってもう、言い方がもうって。いや、変に緊張してくるわ。深呼吸ね。あれ、あ、ケンスケ。手振ってくれた。さっきだ。あんだけ言ってた人っていうか、ついにね。すごい、本物に会えるなんて俺すごいよ。そう、緊張してきちゃった、逆に。ここからはちょっとね、俺たちいると、そうですね、邪魔になっちゃうから。いやいやいや、隠れてるよ。はい、いや、そういうじゃないですか。バカだ。これ俺の罰ゲームです、これ。いや、来てよ。いや、違うんで、そうですね。いてよ。言いたいこと言いなくなるだろう。いや、言えるんで。渡したらね。あ、渡したら。あ、じゃあ、あの、どうぞ、フランクの商品です。ありがとうございます。なんでやねん。ありがとうございます。はい、どうですか、さっきこんな素敵なプレゼントくれるお兄ちゃん。あ、こういうとこはいいですね。あー、いいという言葉を。まあでもこれ、初めて知らないプレゼント。いや、違う、ケンスケ頑張って。ありがとうございます。ケンスケ頑張って、あの、さっきのためにプランク頑張って、一ミリも手に入れた賞金だったので。そうですね。言ってたの、やっぱりやってる時に、さっきってこう。いや、動画見直して。なんとですね、はい、ここで、もう一つ、ケンスケから愛するサキへのプレゼントがあるそうで、ケンスケ。地獄。これ罰ゲーム。これもケンスケ書いたんです。これなんと手書きです。いてじゃないよ。いてじゃないよ。行きます。お願いします。これちょっとね。そうですね。ちょっと気をつけてください。いや、ちゃんと正面見て。あ、行きますね。はい、サキへ。こうやって手紙を書くのは初めてだね。少し恥ずかしいのですが、書けと言われたので書きました。ひどいな。小さい頃にパパが死んじゃって、お母さんとサキとレナ3人の生活だったね。お母さんがお仕事をしてくれたから、結構2人でいる時間が多くて、俺がやりたい遊びによく付き合ってもらってたね。
意外と嫌な顔しないで遊んでくれて助かってました。こんなチャランポラないんですが、周りの方たちのおかげでこうやって生きていけてます。最近も人生楽しんで生きてみてください。何かあったらできることをしてあげたいので、よかったら言ってください。僕にもし何かあった時は問答無用で助けてください。こんな兄ですが、これからもよろしくお願いします。俺が勝ち取った賞金なので少し悔しさはありますが、たまにはこういうのもいいかな。どうしてプランクからこうなったの？どうしてプランクからこうなったんだよ。俺もスイッチもらってイエーイで終わるつもりだったのに。でもやっぱこういう機会がないとやっぱ言えないこととかもあるからね。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ最後誓いの基礎を。バカか。縮まらない距離がまたね。なんとも。でかいね。まあ、見て。うわ。いや、いいな。いいな。あ、まあ、いいな。こっち見ただけ。めっちゃいい、めっちゃいい。やばい。エモ。エモいな。こんなに大きくなって。本当に。じゃあ購入品紹介。そうだね、ちょっと見てみたらどういうやつか。ちょっと購入品紹介です。3万の、まあ、7、8000円ぐらい。え、バドミントンのラケットって相場どれくらいなの？なんか、欲しいって言われたのが、まあ、2万ぐらいなんですけど。おお。かわいい。おお。まあ、時間がなくてちょっと晴れてないんですけど、まだ。あー、ガッとね。もう一個なんか、やっぱちょっと余るじゃないですか。はいはいはい。ちょっと結構余るじゃないですか。うん、で、靴。バドミントン用の。フルセットか。フルセットで。もうこれで、バドミントン。かわいい。かわいいよ。バドミントンできるよ。おお。先に先っぽい。はい。先っぽい。さっきの靴のサイズだけ覚えとこう。25ね。25ね。覚えました。4.5か25。4.5か25。使うことないでしょ。